ということで、カルガリの空港まで来ました、もうちょっとしたら日本に帰るんですが、今回のカナダの旅はですね、やはり自分の原点を確認する旅というか、人生って偶然に満ちてると思うんですね。でどういう履歴をたどるかによって全然違った人になったと思うんですよね。僕はたまたま15歳の時初めて行った外国がカナダだったと。で元々それは赤毛のアンを読んでたってことにも、繋がっていくんですけども、やっぱりカナダって例えばじゃあ南の隣国アメリカに比べてどうかっていうと、やっぱりちょっと地味、アメリカはイーロン・マスクみたいな人いるし、トランプみたいな人もいるし、まあ成功とか進歩とかそういうことを非常に重視している国だと思うんですよね。でそれは素晴らしいことである一方で、なんか人間の生き方としてはいろいろざわざわするものがある。そこも含めてアメリカの魅力だとは思うんですが、カナダはそれに比べて、まあ、非常になんかそこまで目立つ感じではない。ただ人間の生き方、ウェイオブライフとかそういうことにおいてはやっぱりカナダなりの魅力があって、そこはね、15歳の時にたまたま来た最初の外国がカナダであったということの、なんか僕にとっての、僕の人生にとっての運命的な意味合いがあったんだと思うんですよね。で、まあ、最近僕は生きがいの本を書いて、それがドイツで15週連続、そちらが1位になったりして、でまた研究的にもその生きがいの、研究を、今年から本格的にね始めてるんですけども、まあ、その中でやはりプロクシーゴールズっていうんですかね、プロクシーっていうのは仮初めのっていうか仮の、例えばじゃあお金とか社会的成功とか、まあ技術革新もそうです、だから AI なんかもそう、 AI を作るってこともそうなんですけど、そういうのはだからそのやっぱり生きていく上でそういうゴールは大事で、そのゴールを設定した上でそれをまあ推進していくってことはもちろん大事なんですけども、一方でそれはあくまでプロクシー、仮初めのゴールであって、本当のゴールってのは生きることそのものの中にあるわけですよね。でカナダっていう国は僕は今振り返るとですね、その生きることそのものを大切にしている国だなという気もするんですね。だから生きがいという言葉ってもちろん日本の言葉なんですけど、生きがいという言葉が最も世界で似合う国の一つがカナダなのかなと、例えばまあ、アウトドア野外での経験、あるいは友達家族との絆とか、あるいは大事にしている時間、生活の時間ですよね。そういうものを、まあ、例えば僕のホストファミリーは、例えばお父さんがね、夕方に帰ってきて子供たちと一緒にアメフトの練習とかしてたりしたんですけども、もちろんその会社とか成功させたいとか社会の中でいろいろ、まあ、いろんな地位を占めていくってことももちろん大事なんですけど、あくまでもカナディアンウェイオブライフは、生きることの喜び、それを中心に据えているような気がして、それがやっぱり今とても大事に感じられるんですよね。もちろんだからプロクシーゴールも大事なんです、大事なんですが、やっぱ生きるってことそのものと結びついた、目的目標ということが深く、浸透している、それがカナダなのかなと思うんですね。そういう国と15歳の時出会って、今回そしてですね、文藝春秋、そしてカナダ観光局、このタイアップで、取材に来てたわけですが、そういう形で、まあ、改めて自分の原点を確認できたのは本当に良かったなと、バンクーバーからね、15歳の時に、バンフに行って、まあ、一晩中そのものすごいオーロラがランブしている様子を見てて、翌朝眠くてバスの中でずっと寝ていたってことがあったわけですけど、そのね、僕がオーロラを舞うのを見ていたその、トンネルマウンテンの、キャンプ場バンフの、そこにも行くことができて、本当に深いところで自分の原点に戻ることができて、自分の人生の生きがいについても考える機会を得て、まあ、生きがいという本を書いたこともだから、まあ、偶然といえば偶然ですもんね。いろんな偶然が結びついて、ドットとドットが響き合って、今回のカナダの旅が今終わろうとしているということに対して、私は本当に感謝の気持ちを持って、振り返りたいと思いますし、また明日からね、東京でまた頑張って仕事をして、いろいろ自分のプロクシーではないライフパーポスを、見つめていきたいなと思っております。ということで、今回本当にカナダの旅楽しかったです。お世話になった文藝春秋カナダ観光局の方々、お世話になりました。そして、カナダの人々、
本当に、感謝してますし、これからもいろいろ結びつきを深めていけたらなと思います。ああ、おかんもったな。彼がでは今日は雨ですね。